ハナワシンガポー。どうも MC のイモキンです。アシスタントのあーちゃんです。今日はラップルズプレイスにあるナラティさんに来ました。ここはレストランもあって、あと会議室やシェアオフィスもあって複合的なスペースがあるんですよね。今日はフュージョン料理を楽しんだり、中をいろいろ体験してみたいと思います。それでは早速いきましょう。ジョイアスシンガーライフ。ここは4階から7階までシェアオフィスもあるんですよ。2階のレストランナラティさんに来ました。もう早速たくさんのビールとお酒が並んでますよ ね。ビールだけでもすごい種類です ね。でこちらがたくさんのバラエティ豊かなビールお酒がありまして、あとは多国籍料理フュージョン料理が楽しめるんですよね。店内もすごい可愛いですよ ね。超おしゃれだし、あとはお値段も本当にリーズナブルに楽しむことができるので、もう超楽しみです ね。はい、じゃあラガーからいきましょうか。はい、じゃあちょっとずつテイスティングしていきたいと思います。じゃあ乾杯。すごい香り豊かですね、あ、美味しい。あ、これ好き、ね、乾杯に持ってこいかもしれない。なんか軽い、めっちゃ軽いですね。軽い軽い、すっきり飲める。じゃあ2杯目、丁寧でいただきましょう。いただきます。わ、また全然違う。すっごいフルーティーじゃないですか。そう、さっきよりさらにフルーティー。女性好きそうですね、これ。なんか後味が変わりますね。ちょっと変わる。美味しい。3番目。これかわいい。なんかライチって書いてる。ライチ風味なのかな。セッション IPA。飲んでいきます。いきましょう。乾杯。めっちゃライチ。めっちゃライチ。うん。これは最初がフルーティーなんですけど、後々 IPA のちょっと苦味がきて、ゆっくり楽しめる感じのビール。これ結構ライチですよ。ライチジュースとビール足したみたいな感じ。ライチビールって珍しいですよね。これ面白いです。最後に黒ビール飲みたいと思います。黒ビール僕超好きなんで。あ、そうなんですね。これすごくないですか。なんか、コーヒーとかティラミスって書いてるし、超楽しい。どんな味なんだろう、ちょっと気になる。いただきます。乾杯。おー超コーヒーティラミス。これもなんかコーヒーっぽいんだけど、なんか今まで飲んだ黒ビールと全然違う。あ、本当ですか。ちょっと本当にコーヒー感。これもどうです か。ティラミスの味します。え、昼食後とかになんか飲みたい感じ。甘いの。最初甘くて、最後にちょっとビター感が出るんですけど。ティラミスの味します。します。すごい。え、ティラミスビールすごい。これめっちゃ気になる。クルーズの時に飲みたくなる感じ。皆さんもいろいろビール飲んでみてください。グリルシーフードプラッターが来ました。めちゃくちゃ豪華、華やか。イカがあって、白ハマグリ、ムール貝も乗ってますね。サラダとシーフードどっちも取れちゃいますね。ウキウキする。食べましょう、食べましょう。エビ食べたい。なんかもう焼き方もおしゃれ。ではいただきましょうか。いただきましょう。じゃあムール貝から食べちゃおう。これ白ハマグリ？でもなんか色違うから白ハマグリなのかな。じゃーん、ムール貝。いただきまーす。うん、うん、うん、うん。あー、すごい身が大きくて。ね、ザ・海の幸って感じ。口の中は全部ムール貝。久しぶりに食べたけど、うまい。うまいな。ちょっと次は日本酒を飲みたいと思います。ね、はい。こちら長野の日本酒になってます。これいいですね。いいですね。シールドに合わせてシールドに合わせていただきます。うわ、超まろやかじゃないですか、口当たり。うまっ。私この日本酒好き。俺好きや。初めて見たけど滝沢だ。純米大吟醸。これ美味しい。口当たりすごいソフト、すごいまろやか。超まろやか、これこそまろやかって感じ。
うわ、美味しい。これ合うな。続いてラムチョップでーす。これ大きすぎない？超大きい。私こんな大きいラムチョップ初めて見たんですけど。これも超楽しみですよね。だって骨に対してこんなお肉ついてることある？ボリュームがすごい、ね、しかもシンガポールってラムめっちゃ高いんですよ、うんうんうん、めっちゃ高いですよね。びっくりする。オーストラリア近いのになんでこんな高いんだろうってくらいで、こんな立派なの初めて見ました。ちょっとテンション上がってきた。楽しみ。食べましょう、食べましょう。じゃあこちらに合わせるお酒は、うん、こちらが岡山県の石地さんですね。なんかちょっと黄色がかった感じの、色味がある、うん、うわ、ちょっと飲んでみます。先に行きましょうか。乾杯。わ、あ、全然違う。さっきと口当たりがちょっと優しいですね、うん、でも最初の入りがちょっと優しめで、うんうん、最後に結構ガツンと、そうそうそう、辛口な感じ。辛口感がすごい、うん、酒飲んでるって感じする。日本酒感がすごい、ね、石さんも美味しいな。え、食べよ。行きましょう、行きましょう。すごい肉厚。めちゃめちゃ肉汁がすごい。こんな分厚いラム初めて。うわー、めちゃめちゃレア。これはやばい。綺麗、すごい。いただきます。いやー、これはね、贅沢よ。めちゃめちゃ美味しい。全然臭みない、うん、でもあのラムの美味しさがしっかりあるし、見た目もすごいけど味もすごい、まず口の中に広がる香り、うま、ん、みがすごすぎる。ラムの香りがね、爆発してます、口の中で。めっちゃラム好きだから結構ラムにうるさいんですけど、これ、うん、超美味しい。合格。うん、これラム好きな人絶対食べてほしい。あーちゃんの合格出ました。これうますぎる。いや、毎回思うんですけど、うん、YouTube やってきてよかったね。美味しいの食べれるし ね、よかったね。続けられるのも見てくださってる皆さんのおかげなんで、本当に間違いないですね。ありがとうございます。いつもありがとうございます。続きまして、お肉の盛り合わせが来ました。イエーイ、大好きなやつ。どっちですかね、我々ね。いろいろ乗ってる。続いてのお酒は、はい、こちらがまた長野の特別純米酒、限定酒ですね。すごい、酒の種類多くないこのお店、ね、すごい。じゃあ飲んじゃいましょう。イエーイ。あ、これはすっきり、ね、うん、これはもっと最初から辛くって感じ、うん、うわー、キレがあるな。あ、これ私一番好きかもしれない、うん、一番さっぱりっていうか、うん、ごくごく飲めちゃうけ。危険なやつ。じゃあお肉食べちゃいましょう。お肉いきましょう。さあ、食べよう、食べよう、いきましょう。ステーキ食べたい。真ん中大きいやつ。で、これにトリュフソースでしたっけ、うん、これ。わー、これをかけるんですね、うん、トリュフマスタードかな。マスタードだ。じゃあ行きましょう、行きましょう。ステーキ、ステーキ。イエーイ。じゃこのままいただきます。うん、間違いなし、ジューシーだね。うまいな。かっこよかった今。美味しいとか言って日本酒だからかな。いや、これお肉自体が美味しいですね、うん、柔らかくて上品な美味しさがありますよね、うん、赤身肉なのにこんなに柔らかいってすごい、うん、柔らかい。火入れも完璧ですよ。ちょっと今の中見えてた。じゃあ私、ウィンナー、はい、ウィンナー、うん、いただきます。うん、このウィンナーめっちゃ美味しい。美味しい、うん、ジューシー、うん、なんかお肉のおまけかなみたいな感じじゃないですか、うん、こうお肉盛りでウィンナーで、うん、全然全然主役レベル。鶏もも肉もいただきます。お、優しい。なんか気持ち悪いんだけど。気持ち悪い人います。ここに気持ち悪い人います。せっかく横で美味しく食べてるんだよ。気持ち悪いんだけど。鶏もも肉を頬張ってるだけですよ。鶏もも食べててこんなに気持ち悪い人いる。逆にレア。続いてハンバーガーです。こちらがレイクファーストムードバーガーですね。これすごいですね。だってスクランブルエッグとチェダーチーズ乗ってますよ。美しい。めっちゃ食べるの楽しみ。かぶりつきましょう。これはやばいですね、じゃあ食べたいと思います。いきましょう、チャレンジチャレンジ。これはすごいぞ。持てるかな。ワイルドにいきます。卵が滑りそうよ、バランス超大事。うわ、超ふわとろ。頑張っていってみよう。いきます。いってきます。うん、卵がふわふわや。うん、ハンバーグじゃなくてもう分厚いベーコンだ。卵めっちゃ美味しい。ね、とろっとろ。
これ美味しい。すごい味しっかりしてるね、卵との相性抜群。続いてはプラスチックビーフバーガーです。あーこれもねすごいドカーンと存在感ありますね。ザ・バーガーって感じ。そうですね。でビーフ、チーズ、でオニオン、レタス、トマト、キュウリとね、溢れ出てる、バーガーの王道といった感じですよね。これも楽しみ。これ絶対美味しい、ね、食べましょう、食べましょう、食べましょう。うわー、いただきます。ビーフのハンバーグがめっちゃうまい。もうこれはね、おったまげー。誰誰ですかこの人。超ジューシーじゃない、めっちゃ美味しい、ね、でも優しい味する。ジャンクな食べ物だけどジャンクな味しない、すごい優しい商品、最後すごいシャッキシャキじゃないですか。そう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 、オニオンとレタスとね、レタスめっちゃ美味しいんだけど、めっちゃ美味しい。あーちゃんからの、からの、なんか超アメリカンな感じ。最高なやつ。あー、合うわ。続いてシェフのヴィンセンさんに来てもらいました。ちょっとインタビューしていきたいと思います。How many years of experience do you have as a chef? Currently, having 13 years of experience as a chef, then my specialty is like more into modern European and French cuisine. Yeah, that's all. So, where do you get your inspiration from in creating that dish? See, all the inspirations I got from the dish is like sometimes during the off days we go supermarket. And like if you travel overseas, normally I like to go to the wet market. So from there we see all those like fresh ingredients in hand. So sometimes like during like your traveling period, holiday period, you tend to have like more relaxed mind to think of new dishes. Wow. Yeah, yeah, right. How many countries do you go? Quite a lot also. Wow. Yeah, quite a lot. Do you have any recommendation for our viewers? Okay, so far in Arati, the best dish that we have is still actually the lamb rack. Then another dish is actually the classic cheeseburger that we have just launched. It's because actually the burger, the beef patty, we homemade ourselves. Yeah, it's actually made from Wagyu beef. Yeah, so I think these are the two things that I'd like to recommend for the upcoming menu. Oh, especially lamb rack is so nice. Yeah. Thank you. Do you have anything to say to our viewers? If you got a chance, just come down Nalati to support us for our new launch for the new menu during this period of time. お料理もお酒もすごい美味しかったですね。大満足でしたね。だってビールとかもいろんな種類飲めてすごい楽しかったです。こちらがラッフルズプレイスの駅の近くにあって、あとビジネス街にあるので、ビジネスランチにも超おすすめですよね。あ、すごいおすすめですね。でこちらナナティさん、ビールのプロモーションなどをよくやってるので、SNS やホームページぜひチェックしてみてください。それでは今日もご視聴ありがとうございました。 See you next time! チャンネル登録よろしくね。楽しみ尽くすSingapore Life